こんにちは、はるチャンネルのはるなです。今日はですね、冬の暖房についてお話をしたいと思います。ってことで早速やっていきましょう。まず冬の暖房って言ったらいろんなものがありますよね。電気ストーブだったり石油ストーブ、ガスファンヒーター、とエアコンとかいろんなものがあるんですけど、うちにあるのは電気ストーブ、エアコン、床暖房と一人用のホットカーペットっていうのがあるんですけど、これを4つとも使って今年の冬いろいろと試してみました。先に1つ、私賃貸マンションに住んでいるので鉄筋コンクリートって意外とあったかいんですよね。実家に住んでた時は朝自分の部屋の石油ストーブの電源をピッてつけると表示温度が3度とかそういう感じだったんですけど、マンションに住んでからは寒くても、まあ、15、6度ぐらいかなっていう感じなので、実家の寒さとはだいぶ違うんですけど、それでもやっぱりちょっと暖房を使わないと寒いかなという感じなので、暖房をいろいろと使ってみました。なのでその結果をお話ししたいと思います。まず一瞬でやめてしまったのがエアコンですね。リビングのエアコンって直接風当たるじゃないですか。でそこでやっぱり何かご飯食べたりとか何か作業したりとかしててもずっと風が吹いてる状態なので、コンタクトも乾燥するし、洗濯物と一緒で風に吹かれるとやっぱり人間も乾燥するじゃないですか。それですごいこう乾燥している感じになってしまって、エアコンは私には向いてなかったなって思いました。ただエアコンを使う時もあって、それはリビングじゃなくて別の部屋でエアコンをつけてます。賃貸マンションに住んでるので結構もう全ての部屋のドアが開けっぱなしっていう感じになっているので、リビングではない部屋のエアコンつけて、でリビングまでちょっと暖かくなったらいいかなぐらいの気持ちでエアコンつけてる時もあります。という感じでエアコンは、結構すぐにやめちゃったかなという感じです。続いて電気ストーブ。電気ストーブはたまに使ったりとかもしてるんですけど、本当に一人だけの時とかは、まあ、電気ストーブがあってもいいかなっていう感じなんですけど、広い空間にいるわけではないので電気ストーブだとちょっと怖いというか、自分が目を離した隙に物が焦げたりとかしちゃってたらやっぱり怖いなっていうのもあるので、電気ストーブは一応ちっちゃいのを買ったんだけど、まああんまり使ってないというか、極力使わないようにしたいなっていう感じで置いてあります。そこまで近づけなければ、まあ燃えたりとかすることはないとは思うんですけど、やっぱりちょっと怖いなって気になっちゃいますよね。そして一人用のホットカーペット、これは足元、机の足元に引いて使ってます。これは結構ずっと使ってるものですね。まあ私 YouTube の編集をしたりとかもするので、そのパソコンのある机の下にそのちっちゃいホットカーペットを引いて暖かくしてやってます。あとお尻に引く、こうクッションではないんだけど、お尻に引くこうちっちゃい、本当にめっちゃちっちゃいホットカーペットみたいなのもあるんですけど、それもたまに使ってるんですけど、結構お尻が熱くなってきて腰に使ってたりとかもするんですけど、座るタイプはめっちゃ熱くなる、こう体が温かくなるっていうよりはそこの接してる部分が熱くなって、いろいろ位置を変えたりとかしながら使ったりとかしてます。一人用のホットカーペットも、まあ、足のところに置いてて足をつけて使ってるんですけど、まあ、足の裏が熱くなってくるので、まあ、低温やけどとかには注意しながら、こうちょっと離したりつけたりしながら使ってます。でもやっぱり私すごい冷え性なので、そのホットカーペットがあるとないとでは足の冷え具合だいぶ変わるので、これは結構必須で使ってるっていう感じですね。そして最後に床暖房、これが一番長持ちしてますね。床暖房はずっとついてて24時間と言っていいぐらいずっともうつけっぱなしにしちゃってるんですけど、やっぱり床があったかいって部屋全体もちょっとだけあったかくなるんですよね。20度ぐらいまで上がるかな、まあ太陽光であって部屋が温まって床暖でさらに温まってっていうのもあると思うんですけど、昼間だったらまあ20度ぐらい、すっごい本当に雪が降りそうなぐらい寒い時でも18度ぐらいまでは上がってるかなって感じです。床暖房は使ってみたら本当わかると思うんですけど、床があったかいって素晴らしいなって本当に思うんですよ。なのでもうずっとついてますね。ただうちの床暖房はガスなので、ガス代が、まあ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 夏の倍以上はしてますね。結構高
高くなっちゃいますけど、やっぱりどっちにしろエアコンをつけても電気代が上がるわけだし、何かしらの暖房器具を使うっていうことは結局何かしらの料金が上がってしまうっていうことなので、もうそこは仕方ないかなと。快適さのためにもうお金を払うのはもう仕方ないことなのかなと思って床暖房結構つけっぱなしにしています。で、私はあんまりこう暖房器具に頼るのも好きじゃないので、家の中ではモコモコの靴下を履いてレッグウォーマー、そしてこう何かセーターとかヒートテックとか着て、セーターとかこういうものを着て、その上からさらにフリースを着たりとかで、膝掛けをあったかいものをかけたりとかして、なるべく暖房器具を使うのも抑えつつ自分が快適に過ごせるような工夫をしながら冬は生活をしています。はい、ということで今日は私がこの冬に試したいろいろな暖房器具の比較をお話をしました。よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。